はようございます。土日お休みをいただきましたけども、本日も頑張ってお届けしますスラップスティック、ぜひ最後までお聞き逃しのないように。 GoodAir.com インターネットラジオ GoodAir.com Presents 九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオタイムスラップスティック、おはようございます。9月の29日を超えての30日、9月最終日やってまいりました。いやー、いろんな意味で節目の一日になりそうですね。今日9月30日。まず一つ目が、ポケベルがもう今日から、あれらしいです。廃止。まあ、僕らの青春時代を彩ったポケベルが、もうこれで終わりかと思うとね、少し寂しい感じがいたしますけれども、僕も高校時代は、携帯とかね、なかったんで、金持ちのやつは、僕が高校の頃さ、ピッチを持ってたりとかするんですけれども、まあ僕らはピッチとかも全然持ってなくて、まあ唯一ポケベル。ね、当時はポケベル配ってたんですね、駅とかでね。タダで、どうぞ持って帰ってください、みたいな感じで、配ってて、一週間試して気に入ったら契約してね、みたいな。まあそういうノリだったのを今でも覚えていますけれども、あーやったな、あのベル文字ってやつ。あの、おはようは、084個目に。084個目にです。おはようですね。それから、724、106。わかります?これ。何してる?です。こんなのをね、東京とかだと、まあその数字でやってなくて、大体みんななんか文字が打てたみたいなんですけど、僕らの高校時代は、割かし、まだ文字が打てなくて、数字だけで会話してたのを覚えてますね。もう、昔ね、熊本の、市内にあるパルコの前、だからパルコ前っていうのをいつも打つんですよ。パルコ前が、8、6、カッコ。だから米5かな、米4かな、パルコ、前、マが0で、絵が8。で、待ち合わせとかっていうのを、女の子とかにこう、ポケベルでね、送ったりとかしてたんですけど、でも、なんか、その子が、826前を、826を他のやつにね、探したりとかして、会えなかったりとかっていう思い出がありました。そんな、まあ、田舎限定かもしれませんけど、ポケベルの思い出もいっぱいありましたなぁと思いながら、まあ、ポケベルがこれでなくなるということでございますので、まあ、これからも完全にスマホ、ね、あるいはガラケーしかないと。ガラケーもだからさ、これから先5年とかすると、ガラケーがなくなりますみたいな時代が来ちゃうんでしょうね。まあそんな節目になります、ポケベルが最後になるのが今日、9月の30日。それから、今日をもって、明日からは消費税が 10% になるということで、もう 10% かよ。と思うんですけども、でも、あのね、個人的には 10% って心理的に0を1個取っちゃえばいいので、すごく計算しやすいんですよ。だから今までよりも、あ、高いから買いにくいなとかじゃなくて、あ、いくらになるから買える買えないっていう判断がしやすいんじゃないかなと僕は思ってるので、まあポケベルとね、それから消費税 8% が最後ということになるようでございます。ちなみに消費税 8% と 10% の軽減税率、あれね、もうツイッターにも書いたんだけど、あれ決めたのって公明党でしょ。公明党がなんかごちゃごちゃ文句言って作ったんですよね。あれさ、もうちょっと公明党の責任とかもちゃんと言わないと、今現場レベルでもうぐっちゃぐちゃですよ。本当に何がどうなっていくの。なんか持ち帰りだったら 8% で、中で食べたら 10% なんだけども、中で食べようと思ったらお客さんいっぱいで持ち帰りになったから、じゃあ返金してくださいとか、もうなんかごっちゃごちゃみたいですね。まあもう多分ね、もうその1年も経たずに、おそらく持ち帰りの値段も、中で食べる場合も値段同じになるように、なんていうの、本来の値段設定が変わって 10% をつけたら結果同じになりますみたいなね、そういう料金設定に何もかも変わっていくんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあそんなこんなで、本日も中村健太郎がお届けしますスラップスティック、ドタバタと最後までお届けしていこうかと思います。どうぞ最後までお聞き逃しのないように。スラップスティック本編、こっからスタートです。GoodAir.com 9月の30日中村健太郎がお届けしますスラップスティック、9月ラストですよ。どんなね、まあなんかこの節目っていう感じですね、本当にね。この9月を抜けて10月に入れば消費税はアップ、
そして新しい天皇の即位の礼なんかもあってね、本当になんかいろんなものが新しくなっていくというそんな感じがいたしますけれども、さてまずは九州の天気概要から見ていきたいと思うんですが、本日の九州の天気概要ですね、気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りで雨が降っているところなんかがありそうです。まず佐賀県から見ていきましょう。佐賀県最高気温30度、最低気温23度、曇りでございます。降水確率は 30% となっています。福岡県では曇り、最高気温が29度、最低気温23度、降水確率が 20%。 大分では曇り、最高気温29度、最低気温22度、降水確率が 20%。 長崎でも曇りです。最高気温28度、最低気温23度、降水確率 20% となっています。熊本では、曇りです。最高気温29度、最低気温22度、そして降水確率 20%。 変わって宮崎ですが、宮崎は曇りのち晴れ、最高気温28度、最低気温22度、降水確率 20% となっています。最後に鹿児島です。鹿児島では曇り時々晴れ、最高気温30度、最低気温24度、降水確率 20% というお天気になっています。気になるのが台風が発生しているみたいですね。台風が発生していまして、もう今日の夜にでも先島諸島に最接近ということで、もう沖縄とかはね結構ね荒れてしまっているところもあるようでございますけれども、台風18号が現在発生をしています。で、まあもう少しして大体2日ぐらいに九州に近づくかなと思っていたんですが、予報円がだいぶ変わってきましてですね、だいぶ、まあ、朝鮮半島の方にこうぐるーっと回ってくれるような感じになっているので、まあ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 そんなに大きな影響はないのかなとは思ってはいるんですけれども、九州にそんなに大きな影響がないというだけで、九州から先はねこれやっぱり千葉とか、かなり影響が出る可能性があるなというふうに見ていますので、まあいずれにしてもちょっとねこの台風18号にも警戒しつつ、18号に警戒しながら今度19号、20号ってね、まだこれから台風シーズンってあのなんか夏に来たのがさちょっとなんかでかかったんで、やっぱりあれが本ちゃんみたいなイメージで思ってる人もいるかもしれませんが、ここからです台風の本番はね。どうか気を引き締めてですね、対策に皆さん、しっかりと、考えていただければなというふうに思うわけでありますけど、まあ、九州はもう年中ね台風が来てるみたいなイメージなんで、まあ、夏が過ぎれば台風が来る当たり前のことみたいなね、そんな感じで僕たちは過ごしていますけれども、まあ、最近の台風っていうのはかなりの影響をね与えてますから、この間のね17号も、まあ、その台風自体はあいつも来る台風っていう感じではあったんですけども、ちょっと予想以上に風が強かったり突風が吹いたりとかっていう影響もありまして、かなりビニールハウスがね飛んでしまったところもあるようです。そして、Vlog の方でもねお届けをしたんですけれども、あのうちの前の畑とかもですね、田んぼとかも、稲が倒れてるまんまなんですよね。だからそういうところもあるので、かなりね、農作物には影響があるんじゃないかなというふうに危惧しているところですけども、まあ、今回のも、まあ、またね形を変えて九州に直撃なんてことになるとかなり大きな影響が出るんではないかと危惧しているところでございます。で、今日はですね、久しぶりのスラップスティック2日休むとなんか本当に久しぶりっていう感じなんですが、今日はこれからのスラップスティックについてお話をしとこうと思うんですけれども、まああのせっかくね YouTube やらせてもらってていろいろやっていってるんですが、 Vlog でもお話をちょろっとしたんですけど、ぶっちゃけですね、あのホッタディレクターは独立をいたしまして、もともとホッタディレクターが音響の会社をやりたいということで協力するよっていう形であの僕関わらせていただいてもらったんですが、まあ、僕も一応放送の世界にいたりとか、あの音響のね仕事をしたりとかっていうのをずっとやってきたりとかしてるので、まあ怒るとかはないんですけれども、やっぱりこうチクチクこうしなきゃダメだと思うとかねいう話はいろいろしながらやってたんで、まあホタディレクター的にはもうこう自分でやりたいという感じになったところもあります。で、夏休み僕が夏期講習もあるんで、本当にねずっと何もできない状態なので、その間のためにいろいろ準備をこう今までしてきたりとか、お話をしたりとか話し合いをしたりとかもずっとしてきたんですけども、まあそろそろ僕も財力がつきました。だからそのどうにかしてね、あの売り上げを上げて頑張っていこうか音響の仕事でっていう話をずっとしてたんですが、この夏の間、まあ特別何も彼は大きな仕事とか、動きはしなかったっていうのもあって、僕が財力が尽きたと
もうこれ以上支えていくのはちょっと厳しいということで、堀田ディレクターには、独立をしていただいたという経緯でございます。まあそのクビにしたとかそんなんではなくて、全然暇があったら YouTube もね、取りに来てくれて一緒にやろうという話はしたんですけど、もうそこから1ヶ月以上、まあ、そのまともに僕で YouTube を撮るということはもうまずないようなので、まあ一応彼は独立はいたしまして、ワタピーのね、マンデーワタピーが唯一、まあ、そのこのグッドエアとの関わりということなんでございます。なのですけど、マンデーワタピーも月曜日に上がってこないのでまあまあ、もしかしたらあのフェードアウトってこともあるかもしれませんが、彼なりにいろいろ考えてやってはいると思うんですけども、まあ、ただなんていうんですかねまあ仲良くはやっていくと思いますけども、ただこれ以上僕も本当に彼のために時間を割いてお金を割いてっていう余裕がもう、受験もあるし、ないと。あとはまあ何やってるか僕分かんないんですよ。いろいろ仕事したりとかしてるみたいなんですけども、一切報告もこうなくて、何をやってるかも分かんなくて、彼がイベントをやるとかっていう時にイベントの紹介もじゃあラジオとかこの YouTube 使ってやるねって言って一切教えてもらえないとかの繰り返しだったので、まあもうちょっとそろそろ何もできることもないかなと思ってはいるところでございまして、まあそういうわけで、僕はこのスラップスティックっていうこのラジオを頑張って YouTube でお届けをしつつ、本当にねつまらない Vlog を、上げたりとかしながら、これからこの YouTube のチャンネルはねやっていきたいなと思います。ただせっかくだからやっぱり九州のことをもっとたくさんの人に知ってもらいたい、いろんな情報をですねこの中にギュギュギュッと詰め込んで、お届けをしていきたいなとは思っていますので、もちろん自分の持てる時間の範囲内ではありますけれども、その中で、たくさんの九州をご紹介をして、九州の映像も、そして、イベントもですね、また歴史とかみんなに知ってほしいこと、そういうものをいっぱい詰め込んで、これから僕はこのスラップスティックっていう番組をやっていきたいなというふうに思っているところでございますので、まあお暇な方がいらっしゃいましたらば、ぜひまたこのスラップスティック見ていただければなということで、今回はちょっとこのスラップスティックね、このインターネットラジオグッドエアの YouTube チャンネルがどういうふうにやっていくかっていうお話だけ、今日はさせていただきました。というわけでいつも通りこの後はニュース横読みしていきたいと思います。goodair.com。 さて本日もニュースの斜め読みやっていきますけれども、いっぱいニュースはね入ってきているんですが、今一番気になっているのが増税の話です。消費税増税になりまして、ポイント還元が行われるということで、まあ、キャッシュレス決済をするとポイント還元で 5% 返ってくるっていうのがねあるわけでありますけれども、きっとね東京とか大阪とかね大都市圏では当たり前にあちこちで PR が行われていると思うんですけども、どうもですね九州ではこの 5% 還元について、まあ、国からあんまりねちゃんと PR するアイテムとかが届いてないという話が伝わってきています。まあ、消費者に対象店舗であることを知らせるこの 5% 還元の中のポスター、これがですねまだ届いてないっていうんですね。もうもしかしたら今日は見かけたっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もう今日から明日から始まるわけですよこの 5% ポイント還元がね。でこのポイント還元っていうのは、まあ、10月1日からの明日からの消費増税に伴って国が始めるキャッシュレス決済のポイント還元制度で、対象店舗で、あれば、このポイント還元を受けられるということで、対象店舗になるためにはもうこの参加するのに登録が必要となっていまして、もちろん、各お店の方々登録をされているわけであります。でその参加したい店舗がキャッシュレス決済の事業所を通じて登録をしているわけですけれども、登録が完了したなら国が委託する事務局から、まあ、その還元対象店舗に、であるということを、ね、証明するポスターとかそれからシールなんかが送られてきて、うちで買ったら 5% 還元されますよっていうのを PR をしたい。これはもちろん、10月1日を迎える前に PR をしたいわけなんですけども、このポスターとかシールがね全然来てないんですって。九州はこれ舐められてんのかなって思ってもね、なんかそんな気持ちになっちゃいますけども、佐賀の新聞に、載っておりましたが、結構ね届いてないっていうのがすごく多いらしくて、もう8月には申請をみんな済ませてるみたいなんですけれども、現在はですねかなり苦情の電話がたくさん、来ているような状態で、全く PR ができてないという話が入ってきています。これは困りますよね。まあ、でただ
さっきも言いましたけども、もう明日からスタートなので、まあ、このスラップスティックを収録している段階で今届いたよなんていうところもあるのかもしれませんが、ただこれはねちょっとねやっぱり田舎だから九州だからっていうことで舐められてるのかなと思っても仕方がないかなというニュースでございます。で、対象店舗に関してはですね、まあ、国のホームページなんかに公開をされているらしいということなんですが、それの探し方も結構インターネットいじるんですけど、僕ささっとは見つけられなかったので、まあどこに行けば対象店舗なのかっていうのをすぐ分かるっていう感じでもなさそうなんですよね。そうなってくるとやっぱりお店にねきちんと掲示をしてもらうっていうことが大事になってくる。まあ大きいお店ジャスコとかだとあんのかな、もうやっぱり国に対して文句言って早めに送ってこいということもあるのかもしれませんけれども、まあ九州経済産業局の担当者によりますと、国が設置した事業者用の専用ダイヤルにはポスターがまだ届かないという苦情が複数寄せられているんだそうです。手続きに手間取りご迷惑をおかけして申し訳ないなんていうふうに一応言われるらしいんですけれども、これは困ったことだなと僕は正直思いますけれどもね。僕ねなんかほら大都市に対する対抗心とかがあるわけではないんですよ。だから東京のやつは舐めやがってとかね、なんか熊本に住んでると福岡よりも熊本がとかっていう張り合いがあったりとかっていうのはあるんですけども、ただなんだろう、田舎だからそのメリットを受けられないとかね、やっぱり何かこう差が出てしまうっていうのはやっぱおかしいとは思うので、インターネットもこれだけ広まって 5G も始まるとかって言ってて、キャッシュレス決済も広めていこうっていう中でですから、きちんとねもうちょっとちゃんと、制度をしっかりとやっていってほしいなと。始めてみてからねなんかいろいろあれおかしかったからじゃあ修正、あれおかしかったから修正っていうやり方じゃやっぱダメだと思うので、もっともっとしっかり地に足をつけて、まあ、こういったことはやっていってほしいなと思いますけれども、ただ 5% 還元でかいよねやっぱね、やっぱでかいなと思います。だから、まあ、そういう意味ではペイペイとかねいろんなものを利用して僕もやっていきたいなというふうに思っているところでございます。ペイペイもねちょっとややこしいんですよ。僕は塾用の携帯と個人の携帯と、だから個人のがワイモバイルで塾用のがソフトバンクでやってるんですけど、ペイペイにだから契約してるとお金が入れてもらえるみたいなんですが、別々的やんなきゃいけないんだよね。だから2台あったら2台で別々にペイペイを登録しなきゃいけないとかがあって、これ統合できるとかもねいろいろこれからやっていってくれると助かるなとは思っているところですけど、まあここら辺文句言い出すとキリがないので、こんなもんにしておきましょう。その他はですね、今気になるのはやっぱり関西電力ですよね。 3.2億円、なんか物とか金とかをなんか偉い人たちがいっぱいもらってたっていう話なんですが、もうまずねそのよくわかんないのがこの高浜町のね、元助役のおっちゃん何なんでしょうね。でも俺正直ですよ、こういうのって当たり前にあってたのかもしれないですね。やっぱり便宜を図ってくれ、ほらお金あげるからさというようなことがなんか当たり前にいろんなところで行われてたんじゃないかなと。これ関連の体質っていうよりやっぱりこう政治家と何か企業との癒着みたいなものって日本ってすげえ多いんじゃないかなと、そう疑わざるを、ね、得ないようなそんな気持ちになっていますけども、一応国が、どういうことなのかしっかりと説明しなさいということで報告書を出せというふうに今怒ってくれているみたいではありますけれども、これもどうなるのかな。下手すると、まあ、会長社長みんなね入れ替えとかそういう入れ替えなんていうこともあるのかもしれませんね。ただ僕はねもう電力会社にねものすごく謎なことをずっと思ってるのは、原発を止めました、止めたからお金かかるから電気代上げます、電気代を上げて動かします、動かすためにお金いるから電気代上げます、どういうことや、一体何がどうなっとるんや、もう訳がわからんと思いながら、本当ね塾とかやってるところはクーラーとかもずっとつけてるんで、もうガンガン数万円のお金をしかもクーラー用の動力と普通の電気とか払ってるわけですよ。それを考えたらもうね何も訳がわからんぞおいというふうに思いたい気持ちがすごく僕の中ではね出てきてしまうわけでありますけれども、まあ、他にもいっぱいね、例えばほら太陽光発電じゃ電力は賄えません、うん、足らないんで原発も必要です。僕原発どちらかというと賛成派なんですけども、賛成派というかもちろんなくしていくのがいいのかなと思うんですが、原子力っていうねその科学技術そして世界に売れる日本ができればリードをしていきたい、まあ、分野ではありましたから、どうにかしてやっぱり危険の除去そして1ミリでも多く安全をという意味では原発っていうのはね、なんかその無理だという人もいます。無理なのかもしれない。だけどそれをね努力して研究を続けていくってことは僕は大事だと思っているんですが、ただ太陽光発電で、九州、これも九州の話ですけども、太陽光発電で、電気が余りまくってから、
約束ではね、太陽光発電で発電した分っていうのは全部買い取りますだったのが、止めますと、ちょっと買い取るのちょっと無理だから一回止めますとか、ずっとねこれから買い取り続けていくある一定の期間まではっていう話だったけども、ちょっとそれ考え直して、行きたいと思いますみたいなことも起こってるんで、電力会社に対する今不信感はね、僕の中でもかなりマックスに高くなってきているところでございます。ただやっぱり福島の原発事故もあったわけでありますし、僕らの住んでる町の近くもですね、鹿児島ではありますけれども仙台原発っていうのがあるわけでありまして、やっぱり、自分の家族、友達、いろんな人たちが、もしかしたら犠牲になるかもしれないという意味で言ったら、やっぱり怖いのは間違いないんです。だから、どうにかしてね、原発をなくすのがいいのかな、それともやっぱり安全なものに作り変えていくっていう目標を掲げて一旦止めて、止めた後に原発っていう、まあ、その、新しいね、安全性の高い原発に変えていくみたいなことに、目標に掲げても僕はいいんじゃないかなと。なんかもう本当何もかも憎むっていうのとはまたちょっと違う気がするんですけれどもね。ただまあこれは被害に遭われた方、そして恐怖と戦ってらっしゃる方、その放射能の影響っていうのは一体どういうふうに影響を与えてくるかっていうのがまだまだ分からないことが多いわけですから、まあ、それに恐怖を感じながら暮らしてらっしゃる、うちの子がもしかしたらがんになってしまうかもしれないとかですね、命が長く持たないかもしれない、そんな不安を抱えてらっしゃる方々がたくさんいらっしゃるわけですから、そういう意味では原発を止めて、でも僕は止めた後に安全な原発を作れるんであれば、新しい日本のエネルギーとしてそれは必要なんじゃないかなと思っています。だってエネルギーなんて、じゃあ火力発電をたくさん増やしますって言ったって、なんていうんですか、やっぱり海外からエネルギーの委託を頼まなきゃいけないわけじゃないですか。だからそれだとやっぱり賄えないっていうこともねあるわけでありますから、まあ、その電気に関しては蓄電技術、とにかく電気を貯めておく方法、そしてそれがすごくね巨大なエネルギーを貯めておく方法っていうのをどうにかこれから確立していきたい、しかも安全にね、そして蓄電技術だけじゃなくて、これから安全性をしっかりとね伸ばしていく、海外にできれば依存しないでエネルギーを作り出す、まあ、そういう国になって自立していくことっていうのも日本にとっては大事なことなんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、これからもねこういったいろいろなニュースが入ってきますけれども、やっぱりこう一側面だけじゃない、いろんな人たちの考えとか意見も含めながら、何もかも誰かが悪いとかじゃなくてね、どうしたらもっとより良くなるかみたいなことを考えていくことって大事なんじゃないかなと個人的には思っていますけども、どうなんでしょうか。こんなん言ってますけども、小泉進次郎ばりに何言ってるか分かんねえって言われる人も、たくさんいるかもしれませんが、頑張ってお届けしていきたいと思います。その他ニュースいっぱい入ってきてますけども、全然違う方面で今気になってるのが、鬼滅の刃ってアニメが最近好きなんですよ。で、本当ネットフリックスでね見たかしまい、本当に絵が嫌いだからこれは見ねえなと思ってたんですけども、見たら止まんなくなるもんだなアニメ中のはな、おっさんになってもまあ面白いもんは面白いということで、そんな、鬼滅の刃アニメなんですが、劇場版無限列車編の制作が決定をしたということで、劇場版つまり映画ですねが公開されるそうです。ちなみに、昨日の放送かなで、最終話だったということでございますので、まあ、これからどうなっていくかというところでございますけれども、まあ、こんなねアニメの話題なんかもね38にもなって結構興味があるものでございまして、まあ、そこら辺の話もいろいろと、含みながらスラップスティックをお届けしていきたいと思います。goodair.com。 さてさっくりとではございますが、久々のスラップスティック、9月の30日、9月最後のスラップスティック、お届けしてきました。いかがだったでしょうか。本当におっさんが喋ってるだけっちゃ喋ってるだけの、番組なんですけれども、いろいろねやっぱり九州の情報を、まあ、どうにか織り交ぜながら、今イベント情報もね整理をしているところなんです。で、できればそのイベントのね主催者さんにお電話をしたりとかしてお話を聞いたりとか、そういったものも含めてですねお届けをしたいなということで準備を今進めているところなんですけれども、なかなかねちょっとうまくいかないところもありまして、そういうのもほら僕は朝までこのスラップスティック撮ってちょろっと寝て、でお昼からは熊村山井村の方にね中学校の方で未来塾という、まあ、県の授業、国の授業で勉強を教えに行くっていうのをやってるので、なかなかね時間が取れないところはあるんですが、なんかその9
車に乗りながらインタビューをね録音したりとかってできる方法はないだろうかなと今いろいろと考えているところでございますので、またそこら辺もいろいろと入れてお届けしていきたいと思います。で、本当にね、なんだろう、面白くはないんでしょうけども、僕なりにこういろいろと、カメラを向けてですね、Vlog の方も始めてみました。でこの Vlog にも慣れて、スラップスティックもちゃんと毎日ねちゃんと更新ができるっていう状態を確認できたら、本当に、皆様からのご意見もいただきながら企画をね、企画もの週に1回やるやつとか、できればこう定期的にやるような企画をやっていきたいなと思っていますので、まだまだ発展途上成長中のインターネットラジオグッドエアのこの YouTube チャンネル、どうなるか僕も分かりませんけれども、ぜひよかったら皆様、コメント欄の方にコメントを書き込んでいただいて、ご協力をいただければなというふうに思っております。そしてモッさんから言われて俺初めて気づいたんだけど、400人超えたね登録者数、ありがとうございます。最後に言うもんじゃないんで、明日改めてまた俺言いますけども、びっくりした、400人超えてんですね。何があったんでしょうか本当にどうしたと思いながらね、大変ありがたいなと思いながら見ていたところでございます。さて今日もいただいているメッセージをね、ご紹介をしていきたいと思います。本日いただいているメッセージ、どこら辺から読んでいきましょうか。結構ね Vlog も上げたんで Vlog の方でいただいているコメントもあるんですが、 Vlog でいただいているコメントも全部このスラップスティックの中でご紹介をさせていただきたいと思っておりますから、よろしくお願いします。近いものから見ていきますかね。まずはうちの嫁のねオムライス食べながら喋っている、Vlog があるんですけども、こちらの方にはビシャモンクラシックさんからいただいています。卵トロトロで美味しそうですね、ラジオの方も聞きに来ます、ありがとうございます。本当に聞きに来てたらこれ聞いてますね、ありがとうございます。本当に聞きに来てたらぜひあーとかうーでいいのでコメント、ビシャモンクラシックさん、いただければと思います、ありがとうございます。それからですね、大園ディレクターにがこの間ね、紙巻きを使ってバーベキューした時にダイヤモンドカットっていうのをやってたので、やってみたいと思ってですね、見よう見まねでやってみたんですけども、そちらの動画の方で、モッサンのなんやかんやからありがとうございます。トライアルのステーキ私もよく買いました。もちろん私はグラム多い方、マジで1000円するっしょ、高いのに。俺は300円ぐらいのね、380円ぐらいのステーキを食べたんですが、そう分厚いのいく、モッサンさすがやな。すりおろし玉ねぎに一晩漬け込むと柔らかくなって、お年寄りでも食べられるようになり、マジでやるよ俺そんなこと言うと。すりおろした玉ねぎに一晩漬け込めばいいですね。やってみます、やってみます。私はそのまま焼いていただきますが、ってやらんのかいありがとうございます。やらんのかいモッサン、教えといて。なんかいつもやってる裏技的にねコメント来てたんですけども、やらないみたいでございます。それからチコチャンネルから久しぶり、ありがとうございます。いきなりステーキ行ってきます。くそ、ムカつく、羨ましい。チコチャンネル、ちょっとたまには動画撮りに遊びにおいで。待ってます、チコチャンネル。お休みがあったらね、ぜひ。ただ、土日がね、もう本当俺、全部仕事になっちゃったから、今、土日はほとんどね、仕事で、塾をやってるので、朝っぱらから。なかなかね、チコチャンネル、雨降って台風来たらちょっとチコチャンネルおいで。ぜひ。今週は忙しいから、まあ、チコチャンネルぜひ連絡をお待ちしております。それから、薩摩のラファエルからもありがとうございます。美味しそうですね、と。ダイヤモンドカットは若干、あれでしたけど。そう、若干じゃないね。だいぶあれだったね。あれでしたけど、味は美味しかったみたいで何よりです。ありがとうございます。薩摩のラファエルはさすがですね。ちゃんと毎日ね、更新をして。頑張ってくれているようでございます。もう、さすがだなと思ってますけども。それから、僕の勉強を教えに行っている熊中学校のね、Vlog も上げさせていただいたんですが、ポチャポチャチャッキーさんから、もう人気 YouTuber がこんな書き込んでくれてありがとうございます。すごい授業してるんですね、と。湧き水も綺麗でした。そう、そう、湧き水綺麗なんですよね、本当にね。いやー、ポチャポチャチャッキーさんからね、実はポチャポチャチャッキーさんが今上げている動画の中で、銀杏を簡単に食べるっていうか作る、料理する方法っていうのが載ってて、銀杏めっちゃ落ちてんすよ、熊本って。で、じゃあ今年はどうなのかなと思って、ちょっと探しに行ったんですけど、あんまり見かけないので、ちょっとね、気合を入れて僕、火曜日ぐらいに、いっぺん銀杏をね、本気で探しに行って、手袋持参で、で、銀杏集めてですね、持ち帰って、ポチャポチャチャッキーさんが教えてくれた方法で、銀杏食べてみたいなと今思ってるところでございますので、また動画にしたいと思います。ありがとうございます。それから、金谷中央食堂旬チャンネルさんから、いつもありがとうございます。未来塾素敵です。
私が中学生時代にも健太郎先生みたいな先生がいたらさらに楽しかったんだろうなって思います。そうですか。割とね、笑ってばっかりですよ、子供は。Vlog いいですね、と、かっこいいです。かっこいいか?さすが!新しいことどんどん取り入れてすごいです。ありがとうございます。もう、ぐったぐだですけどもね。だから、面白く撮ろうとかもいろいろ考えはするんですけれども、なんかこう、ありのままのこう、自分をこう、いろいろ見てもらうのもいいかなと思って、Vlog を始めてみました。結構ね、バタバタ生きてるんで、生きててこういろんなことが起こるんですよ。だからそれを、まあ、映像として自分の日記的な感じで残していって誰かが楽しんでもらえたらなと思ってるんで、ありがとうございます、しゅんチャンネルさん。それから、キットのゲーム部屋さんからいただきました。ポチャポチャチャッキーさんのコメントから遊びに来ました。ほら、もう有名 YouTuber が囲んだりするから、ありがとうございます。すごい授業やってるんですね。湧き水の音でとても癒されました。高評価。チャンネル登録させていただきました。よければ私のチャンネルにも遊びに来ていただければ嬉しいです。お互い頑張りましょう。ありがとうございます。あの、ね、登録しておきます。後でしておきます。はい、必ずしておきます。ありがとうございます。キットのゲーム部屋さんからでいただきました。というわけで本日もお届けしましたスラップスティック、今日9月30日、あ、何の日やってなかったですね。今日ね、いっぱいあるんですよ。世界翻訳の日、クレーンの日、くるみの日、くるみの日、くるみの日、気になるな。くるみ生産量日本一である長野県、なんで、東御市ですかね、東御市などのくるみ愛好家が制定。日付は、くるみは丸い、9ですね。くるみ3、は丸い0、9月30日。もうちょっとないんかい。また、くるみの出回る時期でもあるということで、くるみの食材としての素晴らしさ、用途の広さなどをアピールすることが目的になっているそうでございます。ちなみにくるみは英語ではウォールナット、だそうでございました。はい、ありがとうございます。他にもね、交通事故死ゼロを目指す日とか、区民の日、それから、あ、紅葉の見頃予想発表日にも今日なってるんですね。天気 .jp にて、予想が発表されるそうでございます。そろそろ紅葉を見に行きたいもんでございますね。みんな紅葉見に行こうよ。お相手は中村健太郎をお届けしました。スラップスティック、今日はここら辺で、また明日よろしく。バイバイバイ。後席だいぶ寒かった。 GoodAir.com インターネットラジオ GoodAir.com Presents 九州トークバラエティ DJ 健太郎中村フリーレディオターンスラップスティック。